ブラームスですけど、はい、ピアノコンチェルトって2曲ありますよね、うん、第1番二短調と、うん、第2番変動調調、うん、これねブラームスが1番は若い時の曲で、うん、情熱的なピアノ協奏曲、はい、2番のコンチェルトは、はい、もうブラームスが交響曲を2番まで書いて、はい、こう演熟した大人のブラームス、はい、あじゃあだいぶ間が空いてる 味わいが異なるんです。両方とも僕は大好きだし、2曲とも19世紀のね、はい、ドイツロマン派を代表するピアノコンチェルトですけれども、まずブラームスはこれ両方自分でピアノを弾いて初演をしているので、ブラームスがとてつもないピアニストだったっていうことを、ね、はいはい、いつもこのコンチェルトを聴くためにね、ソリストすごい大変ですよ。そうですよね。オーケストラもすごくゴージャスに書かれてる、はい、これブラームス先生自分で曲書いて、うんうん、素晴らしいですね。自分で弾いて、うん、で今もおっしゃったように2曲は離れてるんで、うん、まあ、若い時のブラームスのエネルギーと、はい、大人になってこうちょっとねこう酸いも甘いも知った円熟のブラームス2番のコンチェルトは特にね、はい、いい感じで力が抜けてるんですよ。あーなるほど。1番の方はね、うん、行くぞ、うん、情熱がね若いしね、行くぞっていうね、まっすぐのこうひたむきなね、エネルギーにあふれた部分も魅力だし、まあ、途中こう宗教的なお祈りの場面もあるんですけども、2番の方が音楽って皆さんいい感じでしょう、ちょっと抱かれてくださいよっていうね、お出だしのホルンのね、はい、2番のピアノ協奏曲の出だしの最初のホルンのテーマなんかはね、はあ、今日はコンサート来てよかったっていうオーケストラのホルン奏者のね、うん、腕の見せ所です。おそうなんですね、うん、それから2番のコンチェルトは楽章が4つあって、はい、交響曲みたいでしょ。そうですね。普通、まあ、19世紀のコンチェルトっていうと、はい、まあ、早いゆっくり早いの3楽章、うん、そうですね、うん、だけどこの2番のコンチェルトは、うん、ブラームスがちょっとこう、うん、多分交響曲的な世界を意識したのかな、うんうんうん、だから1楽章から4楽章まであって、でその第3楽章、これがまた綺麗な楽章なんですけれども、うん、チェロが主役なんですよ。しかもチェロのソロが主役なの。でピアノはそのチェロに寄り添うみたいな。あそうなんですか。ピアノコンチェルトでありながら、うん、ですから首席チェロ奏者の腕の見せ所で、曲の出だしはホルン奏者の腕の見せ所、うん、ほら素晴らしい、うん、でその1楽章2楽章とピアノは、はい、特に第2楽章なんてピアノはこんなに弾かなきゃいけないのかっていうぐらい音符が数が多くて、でもそのプレイヤーが格闘してる様子よりも僕ら客席で曲を聴いてる時には本当にブラームスのこう壮大な雄大な音楽に抱かれる。あ2番のコンチェルトも大好きです。あいいですね。でもね2番を聴いて1番の情熱的なのに行くのもまたいい、うんうん、あそうなんですね、うん、ぜひ、まあ、両方ちょっと両方楽しみですね、うん、そういうのを伺うと、うん、はい、ブラームスだけじゃないけど、うん、クラシックの作品って、うん、第何番作品何々ってそう長いタイトルが、うん、何帳とか書いた、うん、ちょっと長くてね、はい、それがちょっと面倒くさいかなっていう方もね、はい、いるんだけど、いやというかあの、ま、番号って、うん、あれ作曲家が、うん、こう作曲した順番通りなんですか。いやそれなんですよ。もう最高ですあのね曲が生まれますよね、うん、でそれが出版されて楽譜になる、うんうん、それがうまくいってればね、はい、数は1番からずっと触れるんだけれども、はいはい、出版の順番と曲ができた順番にずれてる場合もあるし、なるほどね、それから作曲家によっては亡くなってから曲が出版されることもありますよね。そうモーツァルトとかそうですよね、うん、でもブラームスの場合は、うん、ブラームスはちゃんと出版社と自分がいつもやり取りをしていたので、うんうんうん、作品1から作品118、119まで、うん、ブラームスは全部ある意味で納得して作品番号をつけてるんです。あご自分が、うん、なるほど。だからブラームスが知らないうちに俺この番号がついちゃったってことはブラームスの曲に関してはないんです。あそうなんですか、うん、だからピアノ協奏曲でいうと、はい、情熱的な若い時の1番が作品15で、はい、2番のコンチェルトが作品83って、あそんなに離れてるじゃないですか、でこれね
あのごめんなさい15とか83とかね、うん、数字を覚えることが重要なんじゃなくて、作品83っていうとなんとなくこう後の方ってイメージがあるじゃないですか、それは本当にそのブラームスの交響曲の第1番が作品68、はい、うん、で2番の交響曲が77というふうにいくと、うん、あもうブラームス交響曲を2曲書いた後にピアノコンチェルトの2番を書いたんだなっていうことが分かりますよね。分かるんですよ。作曲家のこの全部人生が見えますね、うん、ブラームスの場合は作品何々っていうのを眺めて、うんうん、ブラームスのこう六十数年の人生に思いをこう寄せることができるんです、はい、なるほど、うん、だから2番のコンチェルトのこうちょっとこう力の抜けた大人の味わいっていうのは、はい、あなるほど作品83の頃のブラームスねみたいな言い方が、なるほど、あとはこのピアノコンチェルトの2番はあのオーケストラが普通だんだん盛り上がっていくじゃないですか、はい、ブラームス大人ですから、はい、ティンパニとか、はい、トランペットとかを最後の楽章で使ってるかどうか、うん、今度ぜひゆっくり聞いてください。そうなんだ、うん、普通オーケストラの楽器編成って最後に向けてこう盛り上がってて、ね、でみんなでトゥッティになって、はい、ブラーム先生違うんですよこの2番のピアノコンチェルト。そうなんですか、うん、オーケストラが一番華やかになるのはね、第4楽章じゃないんです。へー、あそうですか。ティンパニの人のお休みを、お休みをお休みにぜひ注目してください。また一つ楽しみ増えました。